皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。おかげさまで一日一曲1000日まで残り150日となりました。もうここからどんどんどんとね、はい、ゴールに向かって頑張りたいと思います。強力な助っ人サポーターも続々決まってきてですね、心強い楽しみな1000日記念達成コンサートがね開けたらなと思っています。はい、今日チャレンジする1曲はですね、これいつもですね、あの那須塩原市のシンガーソングライターのココブルーさんのお二人がいつも歌っていて、すごく気になっていた曲で、前あの聞こうかなと思ってたんですけれども、今日こう実は7月7日七夕が誕生日のミーシャさんなんですけれども、ミーシャさんが、2021年に行われた24時間テレビのチャリティー企画で歌っていました。じゃか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 じゃん、歌を歌おうという曲に今日はチャレンジしてみたいと思います。はい、こちらの曲はですね、2021年の8月21日限定リリースされましたミーシャさん51枚目のシングルとなっております。なんとなんと作詞作曲がさだまさしさんということで、ね、ココブルーのお二人ってすごい、さだまさしさんって年末によくあのなんだっけ、10話の鐘が終わった後に朝までさだまさしさんが喋る NHK の番組があって、それにいつも行ってるんですよね、二人で。いや、なんかすごい、あ、だから歌ってらっしゃったんだと思って、そう、もうさだまさしさんやね、こうせつさん、南こうせつさんや、あとこの前言ってたね、誰だっけ、あ、すごいド忘れしちゃった、ラー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 って歌ってる人、誰だっけ、あれ、あ、小田和正さん、すっごいド忘れしちゃったね、小田和正さんなどね、すごい好きで、2人でね、いつも一緒にライブに、研修という名のライブ、うらやましいな行っていて、今日はそんなココブルーさんがいつも歌っているこちらのミーシャさんの歌を歌おうにチャレンジしてみたいと思います。本当にこの大サビの部分なんですけれども、聞いてください。こそ歌を歌おう、寂しい時こそ歌を歌おう、命かけてあなたに届くように、歌を歌おう、嬉しい時こそ歌を歌おう、愛のすべてが
ありがとうございました。真っ赤なチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやー素敵、さださんとのコラボだったんだね。7月7日生まれは、あと健直子さんもお誕生日でしたね。すごい素敵、ミシャさんの歌もね、たくさん素敵な曲があります。やっぱり本当に辛い時、悲しい時、嬉しい時、どんな時でもね、そばに寄り添ってくれる音楽たちに感謝ですね。ありがとうございます。明日も元気に松かなチャンネルでお待ちしています。それではまた明日、またね。みんなの願いが叶いますように。パワー